セ・リーグの宣言ですね。セ・リーグは不正に情報を入手する行為はしないと、それからセ・リーグは乱数症を使用しない、2の通り宣言すると。これはまあ、セ・リーグを代表いたしまして、セ・リーグ代表鈴木隆二として、まあ堂々とここに声明したわけです。現実にね、まあ、やってるんじゃないかというふうに言われてますけど、実際には言われてるほどそういったことがあるとは思わないんですよね。ですからまあちょっと疑心暗鬼になってる部分があると思うんですね。ピッチャーがど真ん中掘っちゃって、それなのに打たれたのに分かってたんじゃないかとかね、まあ、そういうものがあると思うんですけど、まあここでもう何ですか、そういったことはないんだという形ではっきりしちゃえばね、まあその一つとしてはその乱数表ですか、それもまあそういうことを相手がしてなきゃする必要ないんですから、まあそれなりの方法を考えればやれますから、まあ帰ってこれですっきりするんじゃないですか。うちはまあ今のところも乱数表を使ってないんですね。ですからまあ禁止になってもどうかありませんけどね。でもやっぱり乱数表を使っているところはね、ようやく慣れてきたところじゃないですかね。これからどんどんまあ早くなっていってですね、そう支障あるようなことにもならなくなるところだったと思うんですよね。まあそういう面ではね、果たして乱数表がなくなったから時間短縮できてですね、なんていうんですか、野球がスピードな野球ができるかということになればですね、分かりませんけどね。乱数表禁止ということになれば、それなりに我々方法を考えなきゃいけないのと、乱数表を使わなくても安心してゲームができるような措置は十分取っていただけるということを信じております。6月8日から実施ですけれども、はい、大洋ホエールズとしては何日まで使用しますか？これはね、まだ決めてないんですけどね、ギリギリぐらいまでやるかもしれません。ピッチャーによってはギリギリいきます。グラウンドによってもギリギリまでいきます。まあ、野球自体がですね、いろいろ変わってきましてね、まあボールも飛びますし、ストライクゾーンの問題とかいろいろあると思うんですよね。ですからまあ、もちろん乱数表も一つの時間短縮にはなると思いますけども、まあ他の面もね、もう少しいろいろと考えた方がいい問題があるんじゃないかなと思いますけどね。時間が早くなれば一番理想的ですがね、まあ、うちもね、あれの通達があって事前ですぐ検討して、でもう2日ぐらい経ってからもう乱数表なしでやってます。それで、選手のまたはキャッチャーのピッチャーの判断力が速くなるということ、そういうことでその決断とそれからまあひらめきが速くなるということでね、どん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 とプレーをやっていくと、そういうことなんかで私は当然必要なことだと思いますね。乱数表はない方がいいと思いますね。まあ、昔我々がやってた頃はもう乱数表なんてなかったしね、だから各球団がやらなきゃやらないでね、またわからないそのサインは作れますよ。だからそれほどその神経質にはなっていませんけどね。それと投球テンポの速い人っていうのはね、逆にその乱数表がなくなってね、自分のリズムが出る人もいると思いますしね。だから、まあ、これはもうやってみなきゃわからないんだけど、そういう面でまたいいものが出てくる人もいるように思いますけどね。ということなんですが、藤代さん、はい、乱数表っていうのはどういうものなんですか？ちょっと大きくね、はい、書いてきましたんで、ちょっとこれで説明しましょうか。はい、まずこの縦と横に1から5までの数字がありますよね、はい、これに従ってこう読んでいくわけですけど、まず基本っていうのがあります。この基本っていうのがこの1から5までの数字書いてます。1がストレート、2がカーブ、3シュート、4スライダー、5フォーク、まあ、これ基本的な数字なんですけども、これをまず覚えなきゃいけませんよね。そして、例えばまっすぐを投げたいんなら、縦、横でいくぞって言われたらね、まず縦の数字を読みますね。縦が最初ですよ。今日は縦から行くって言ったら縦、そして、そのストレートを投げたい場合はその1がストレートですから1のところを探せばいいんです。ですからこれでいくと1、そして3ですよね、1と3、その合わせ
合わさったところのこの数字、これが1、これがストレートなんですよね。なるほど。そういった場合で2とか3とか4をこう自分たちでこう組み合わせていくんです。これ見ればすぐ分かるんですけども、ただこれを基本を覚えなきゃ絶対ダメですからね、はい、藤城さん、はい、この赤丸は何ですか。ここにありますね、はい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 、よく気がつきましたね。この赤丸はですね、完全にボールにしろっていう球、ウエストボールですよね。これはストライク投げちゃいけませんよ、1球外しなさい。ウエストで、胸元でもいいし、アウトコースでもいいし、ボール絶対ボール、はい、これストライク投げたら罰金ですからね。で赤丸になってるんですね。今分かりやすく大きく書いていただいたわけなんですが、はい、実際ゲーム中はバッテリーはどういう形で持ってたんですか。そうですね、これ見ながらこうピッチャーね投げれませんからね、はい、これちっちゃいものがあるんです、ここにあるんですけどもね、はい、だいたいこの大きさですね。今見せますね、はい、あこれぐらいの大きさなんですけども、まずこれをピッチャーですね、このだいたいグローブの親指の付け根あたりにこう貼っつけます。これで皮でできてるんですね。今これ紙ですけど、はい、試合実際使うのは皮、青いグローブだったら青い皮、茶色のグローブだったら茶色の皮っていうように、今の説明した乱数表の乱数表をここにくっつけるわけです。でこれ1だけだったら分かってしまうんで、この次の試合はこれでいこうとかね、何パターンかある。そうです、何パターンもあるんですよね。ですからその例えば1回から3回までは1でいってみたり、そして、今度は、後半になったら今度は2で行ってみたいとかね、そのゲームによって使い方も変えたりしますよね。キャッチャーの方はどうなんですか。キャッチャーの方はね、このグローブにつけちゃったんじゃね、こうバッターから見えますから、これは手首なんです。手首、はい、左手のグローブをミットをつけてますよね、はい、その手首にこう、なんていうかサポーターを巻きますよね。そのサポーターの内側、こういうところですね、こういうところにくっつけてますね。それで、こういうふうに読んでから、見てサインを出して取るという、自分で確認して、ね、自分で確認しないとダメ。一番問題はピッチャーが1番つけてキャッチャーが2番つけちゃダメですよ、これ基本的にね。もう全然もう球種が違ってきますからね。どうなんでしょうかね、バッテリー間の呼吸というのは。はい、ですからね、そういう間違いもあるし、そしてでやっぱり早く投げるピッチャーっているでしょ、テンポよくね、ポン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 投げたいピッチャー、そういうピッチャーには非常にこう自分のリズムで投げられないっていうのね、もう本当にこうなんて言いますか、自分のリズムをこう掴みにくいですよね、こういうものがあればね。そうですよね、はい、ですからもう時間がかかってしょうがない、混乱しますよね。混乱します。